皆さんおはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。本日は我々グローバルパートナーシップフォーエデュケーション GPE ユース主催のイベント9.11から21年アフガニスタンの女子教育のために日本は何ができるのかにご参加いただき誠にありがとうございます。本日モデレーターを務めます。GPE ユースのみおちゃんです。同じくユースのともちゃんです。我々は GPE のユースとして約18カ国の世界のユースリーダーとともに、すべての子どもたちが質の高い教育を受けられる社会を実現できるように日々活動を行っております。GPE は2002年に世界銀行の主導で設立された教育問題に特化した世界最大の国際基金です。本日のイベントは、タイトルの通り、9.11から21年経った今、アフガニスタンの女子教育のために日本は何ができるのかを皆さんと一緒に考えたいと思っております。まず、このイベントを開催した背景を説明させてください。昨年、イギリスにて開催された G7 での女子教育に関する宣言に日本は合意しました。しかしながら、その翌月に行われた GPE の増資会合で日本だけが唯一女子教育への支援を含む GPE の拠出額を明示しませんでした。今年ドイツで開催された G7 のコミュニティにおいても女子教育へのコミットメントを堅持するとともことが明言されております。来年 G7 の議長国となる日本には女子教育に関する宣言へのコミットメントを果たすこと、他の G7 国だけではなく途上国であるパートナー国も期待しています。そのために我々はこのイベントを開催することを通じ、教育支援、特にタリバン政権下で制限がされていて、さらなる支援が必要だと考えられるアフガニスタンの女子教育にフォーカスし、GP を通じた教育支援の必要性を理解いただくとともに、日本政府は何ができるのか、また、日本国民として日本の ODA 支援に対してどのような提言をしたらよいか、皆さんと一緒に考えたいと思っております。本日のアジェンダはこちらです。本イベントは第1部、第2部の2部構成になっております。第1部では日本の国会議員の先生からのメッセージ、有識者やアフガニスタンの若者からのお話を伺います。第2部では少人数でのディスカッションを実施する予定です。本イベントの冒頭チャットにてお知らせいたしましたが、このイベントは日本語と英語2言語で実施しております。画面下の通訳ボタンを押し、ご希望の言語を選択ください。また、質問は Q&A から随時受け付けております。我々からの説明はこれぐらいにして、まずはアフガニスタン出身の若者の声をお聞きください。最初にアフガニスタンの女子教育に関するイベントを開催し、今まさにアフガニスタンで閉じ込められた何百万人ものアフガンの少女たちのために私が声を上げる機会を与えてくださったことに心から感謝いたします。私はアフガニスタン人でイランで難民として暮らした経験があります。そして2003年まで育ちアフガニスタンに戻りました。すべての権利、特に教育を受ける権利のある生活を送りたいという希望を持っていました。イランで教育を受けるにはアフガニスタン難民にとってさまざまな障壁があり、大変な状況でした。しかしタリバン崩壊後の最初の数年間はアフガニスタンの女性や少女に対する考え方がまだ非常に古かったため、状況はあまり良くありませんでした。少女たちを学校に行かせず、将来仕立て屋になって外でなく屋内で働けるように親たちはホームスクーリングに入学させたりもしていました。このような考えが周りにもあったにもかかわらず、教育を続けることをサポートしてくれる両親に恵まれました。おかげで私は地元の高校を卒業し、2007年にカブール大学に入学することができました。私の知る限り、タリバン崩壊後大学に入学できた女子は近所で私が初めてでした。当時、その女子を一人で他の都市に送り、教育を続けることはタブーでしたが、私の両親は女子教育にこだわり、継続するために応援してくれました。
周りの人たちは私たち家族の女子の成長を見て、教育がもたらす奇跡を実感していました。というのは私たち姉妹は外で働き、経済的に自立し、さらに家族を支えていたのです。近年では近所の多くの人々が考えを改め、娘たちを学校や大学に通わせています。私はこのような変化のきっかけとなったことを誇りに思っています。2015年、私は教育を続けるために来日し、修士号と博士号を無事に取得することができました。学問的な成果だけではなく、将来に向けて大きな目標を設定する心構えができました。将来の目標の一つは、アフガニスタンの少女たちが教育を受け続けられるように、経済的に支援することです。私の経歴を振り返ると、教育が全ての人の未来と道筋を明るくすることがはっきりとわかります。教育は、第三国、特にアフガニスタンの平和構築と世界や貧困からの脱却に重要な役割を果たします。さらに、女子教育は、社会の発展と男女平等の達成のために最も重要な問題です。女子や女性は未来を変え、世界をより良い場所にすることができると私は思います。なぜなら彼女たちは未来の母親だからです。教育を受けた母親は大きな目標と心を持ち、子どもに教育を受けさせ、育てさせることができます。教育はアフガニスタンの女性にとって、この21年の苦しみや不平等から解放されるための最後の希望だったのです。しかし悲しいことに、この希望と権利はタリバンの支配下に置かれた後、彼女たちから奪われ、その夢は崩れ去りました。このような状況は、騒音、性的虐待、暴力、搾取などアフガニスタンの少女たちのリスクを高めています。ですから日本政府や国際社会などが教育のためのグローバルパートナーシッププログラムを通じてアフガニスタンの教育、都市に女子教育を支援していただけるようにお願いしたいと思います。さらにアフガニスタンの少女たちを代表して伝えたいです。アフガニスタンの少女と女性たちを忘れないでください。私たちの声を聞いて、寄り添いながら私たちを支えてください。アフガニスタンの平和、子どもたちや女性や少女たちが自由で幸せであることを願ってやみません。教育の光の中で、アフガニスタンにこれ以上の苦しみと貧困がないことを望みます。ご清聴いただきましてありがとうございました。本日、アフガニスタンの少女が学校に行くことを許されないという問題を共有する機会をいただきました。この中で主に女性に焦点を当て、女子が学校に行くためにどんな問題や困難を抱えているかということをお話しします。そしてそのポイントと解決策を考え、いくつかの例を挙げさせていただきます。まず一つ目は、ご存知のように、女子学生は教育分野に全くアクセスできません。女子たちは全く学校に行くことが許されず、教育を受け続け、非常に明るい未来や明確な未来を持って自分たちの未来をうまく作る機会がないのです。二つ目に伝えたいのは性差別です。残念ながらアフガニスタンではほとんどの人が教育を受けておらず、娘や女子学生に対して非常に悲観的で楽観的ではありません。女子よりも男子を高く評価するのです。女子は家にいて、家事をしなければならないと思っているのです。
そしてもし彼女たちがまた勉強したとしても、12年生までとし、それ以上は許さず、女性や女子学生が学士号を取得するのは良くないと思われています。それは残念ながら、人々が持っている本当に否定的な考え方です。3つ目に、親たちのせいでもあると思います。親たちにもこの責任があります。実際、女子に教育を受けさせない親たちがおり、女子はただ家にいて、両親の手伝いをし、兄弟に仕え、何年かして結婚をし、このような人生を送ることが良いことだと考えているのです。そのため、ほとんどの女子は教育を受けておらず、学校にも行かず、このような制限や制約を受けているのです。次は、日本の国会議員の先生からのメッセージをご覧ください。本イベントを開催するにあたり、多くの国会議員の先生より応援のビデオメッセージを頂戴いたしました。アルファベットの順番に、自民党の高村正弘先生、公明党の谷合正明先生、自民党の山本智弘先生からのメッセージです。衆議院議員の高村正弘です。9.11 から21年、アフガニスタンの女子教育のために日本は何ができるのかという本当に有意義なプログラムの開催いただきましたこと、心から感謝申し上げます。私自身も小学6年生、4年生の娘を抱える父親として、子どもたちが勉強して何かを得ることによって、そのことの喜びの大きさ、これを日々感じている。そういう中でアフガニスタンの女性の皆さんが勉強する機会を奪われている。このことに大きな危機を感じているところであります。日本政府としてもなかなか今のタリバン政権の中、いろいろな支援がしづらい、こういった状況にはあるかとも思いますが、GPE の皆さんとともにどういったお手伝いができるのか、真剣にこれからも考えてまいりたいと思います。最後になりますが、本日のこのイベント、実り多いものとなることを心から記念いたしまして、お祝いの挨拶としたいと思います。本日はご開催誠におめでとうございます。皆さん、こんにちは。公明党参議院議員の谷合正明です。本日は GPE ユースアンバサダージャパン主催の 9.11 から21年、アフガニスタンの女子教育のために日本が何ができるのかのオンラインシンポジウムの開催、心から敬意を表したいと思います。私は現在公明党の国際委員長を務めておりますが、2004年に初当選をいたしました。それまでは岡山に本部があるアムダ国際医療 NGO の職員として難民キャンプでの仕事を4年近く務めてまいりました。特に21年前の 9.11 の時はアムダの職員でありまして、この 9.11 を受けましてパキスタンのクエッタでアフガン難民キャンプでの支援活動に従事してまいりましたので、今日のテーマ大変関心を持っております。また議員になりましてもですね、シリア難民キャンプを訪れ、またパレスチナのガザ地区の中にも入りました。こうした視察の結果を踏まえて、日本政府に対してまして、シリア難民留学生の受け入れ事業の拡充でありますとか、創設でありますとか、またガザ地区の学校の教員の先生方を日本に招聘する、まあ、そうした政策提言も行いまして、実現もしたところでございます。まあ、それは復興のためには教育こそが鍵であると信じていたからであります。本日9月11日でありますけども、まさに私今日はこれからポーランド、またモルドバ、ウクライナを訪問いたしまして、ウクライナ避難民に対する支援、また人道支援のみならずこの復興支援のこの最新のニーズを把握するために現地へ行ってまいります。しかしそのウクライナにつきましてもですね、だいぶ日本での関心が薄らいでいる
ように思います。難民にとって一番辛いことは、誰からも関心を受けていない、誰からも必要とされていない、そしてやがて忘れられていくということだと私は思います。ですから日本の若い世代の皆様方がアフガニスタンの特に困難を極めるこの女子教育についてですね、議論をされる関心を持っていくということは大変素晴らしいことだと私は思っております。日本政府はこれまでアフガン復興にですね、積極的に関わってまいりました。タリバンが実権を握ってから1年が経ちます。大変この人道危機は深刻さを増していると認識をしておりますが、こういう時だからこそ教育に光を当てるべきであります。また GPE のような教育に特化した国際機関ともですね、しっかり連携していく必要があると思います。女子に対する教育、また学校に対する、学校の先生に対する支援や学校の施設、そして教材の開発、さらには若い方々の日本への招聘、留学などですね、さまざまなことが考えられると思いますけども、ぜひ今日のディスカッションの中で皆様方もですね、積極的にいろいろなアイデアを出していただきたいというふうに思っております。また国会議員としてこうした、そうしたですね、議論、提言をしっかりと受け止めて国政に反映していきたいと考えております。最後になりますけども、こうした人道支援というものはですね、なぜ行うのか、それは一つは国際秩序の構築であり、また国際環境の改善であり、また法の支配の確立、こうした点においてもですね、大変重要な意味があります。このことをしっかり認識した上でですね、アフガニスタンの女子教育のために何ができるのか、私自身もしっかりと考えてまいりたいと思います。本日はこの開催につきまして心からお祝い申し上げまして、私からのメッセージとさせていただきます。ありがとうございました。皆さんこんにちは。自民党所属衆議院議員の山本智博です。本日は GPE ユース主催による 9.11 から21年ということで、アフガニスタンの女の子たち、女性の教育について今日は皆さんでいろんな話をされると伺っています。 9.11、 実は私はその当時アメリカにいまして、燃え上がるペンタゴンを自分の目で見ていた記憶が昨日のようにまだ残っています。あれからアフガニスタンは本当に苦しい歴史をたどっていて、現在はタリバン政権が統治をしていて、女性に対する差別、教育を受けさせない、いろんな問題が起きています。 GPE の皆さんがそれを一生懸命支援をされているということに対して敬意を表したいと思いますし、今日は皆さんも様々な先生からいろんなお話を聞いて、後には皆さんでディスカッションされると聞いています。ぜひそういった皆さんの今日の成果をまた我々にも教えていただいて、ぜひいい提案をいただければ我々もそれを政府に提案するなり、どういった形で日本政府として、また我々自民党として普遍的な価値観、自由、民主主義、法の支配、そういったことを本当に大切に思ってくれる人たちを教育をするということも大切だと思っていますので、そういった機会を作るためにも今日皆さんが実りある議論をされて、いずれまたそういった良い提案を我々にいただけると思っておりますので、今日は一日充実した会を過ごされることを記念して一言ご挨拶とさせていただきます。国会議員の先生方、ありがとうございました。この現状に対し、日本は何ができるのかを皆さんと一緒に考え、GPE ユースとしてその成果を次につなげたいと思います。続いて、アフガニスタンの教育についてより理解を深めるため、
名古屋大学大学院国際開発研究科内海裕二先生より、アフガニスタンの教育システム、旧タリバン政権崩壊から20年間の教育復興の道のりという題名でお話しいただきます。内海先生はアフガニスタンを含むユネスコおよびユニセフにて7年ほど教育運用情報システムの構築や教育セクター計画の策定業務に従事されていました。現在アフガニスタンや東ティモールを主な対象として、教育と紛争、学校効果研究、比較教育研究などを行っていらっしゃいます。それでは内海先生、お願いします。皆さんこんにちは、名古屋大学大学院の内海裕二と申します。本日は GPE ユースイベントにお招きいただきまして、誠にありがとうございました。今日は私からはアフガニスタンの教育システムという題目で、アフガニスタンが、旧タリバン政権の支配から脱した2001年から、昨年の、2021年に再度タリバンが支配するに至るまでの、この20年間でアフガニスタンの教育がどのように復興されてきたのかについて、約10分ほどで、お話しいたします。まずは前史ということで、この2001年よりも前の旧タリバンが短期間ではありますけれども、アフガニスタンを支配していて、その際にどのような統治を行っていたのかについてから、お話しいたします。旧タリバンは1994年にパキスタンとアフガニスタンの国境付近の難民キャンプで、突如、誕生したというふうに言われています。でその後武装化が始まりまして、それまで内戦をしていたアフガニスタンで急速に支配地域を拡大して、1999年までにはアフガニスタン全土の約9割を、支配するまでに至っています。でこのタリバンはものすごい原理主義グループですので、大変厳しい抑圧的な統治を行っていました。でこちらのスライドにもありますように、例えば窃盗罪には、手首を切断するとかであるとか、映画や音楽などの娯楽というものは一切禁止で、また男性は髭を伸ばすことを強要されるということなどがありました。男性の髭というのは本当に何センチ伸ばすということが決まっていて、それを測られるというようなことがありました。でその中でも特に女性に対する人権侵害というものが著しくて、女性は労働、外で の就労は、一切できませんし、教育を受けることも一切禁止されていました。で、写真にあるようなこのブルカという青い、色の被り物を着なければ外出することも許されなかったという状況です。でこのような特に女性に対する重大な、人権侵害が起こしていたことで、本当に人々が生活する中で相当に苦しんで生きていたというような状況です。で、その後2001年に発生したアメリカの同時多発テロを機にですね、アメリカがアフガニスタンに、侵攻しまして、でこの侵攻によってタリバン政権というのはすぐに崩壊しました。でその後アフガニスタン政府が、2021年まで、復興を行ってきたわけです。でただこの間ずっと平和だったというわけではなくて、むしろそのほとんどの間、最初の2年ほどは平和だったんですけれども、その後の、21年までのほとんどの間はですね、全土にこう散っていったタリバンの勢力であったり、パキスタン側に逃げたタリバンの勢力がこう再度結集しまして、でこのタリバンの勢力とずっと紛争状態にありました。こちらのスライドの左下の、難民の発生のグラフと右下の紛争死者数の、グラフからも分かりますように、この2004年末にですね、大統領が正式に決まってから2009年、2014年と5年おきに大統領選挙があったんですけれども、その度にこう紛争が大きくなっていくと、いったということがわかります。特に2009年に関しましては、米軍が増派されまして、米軍の死者数がこうピークに達するあたりなんですけれども、それとともにですね、戦闘が激化したということもあって、アフガニスタンからのこの難民が急激にここから増えるというような状況です。で、その後、昨年の2021年に米軍が撤退することで、タリバンが復権したというような状況です。でこのようにですね、過去20年間アフガニスタンというのは紛争に直面していたわけなんですけれども、その影響というのはこの復興の真っ只中にあった、教育セクターにも大きく及んでいました。でもともとタリバンはこの夜の手紙という、夜のうちに民家に脅迫文を置いておいて、
で常に誰かから監視されていると思わせる手法をよく使っていたわけなんですけれども、その中で例えば娘を学校へ通わせるなとか、現政権に協力するなといったような脅迫を行っていた、いました。でその他に学校に対しての直接的な攻撃というのは、特に女子学校に対してロケット攻撃を行ったり、学生や教師を殺害するということも頻繁に起こっていました。で2009年には大統領選挙があったわけなんですけれども、この大統領選挙で学校を使用したりということもあって、年間で600件を超える学校への攻撃がありました。これはもう、毎日3件程度、全土の学校のどこかで攻撃があったというふうな状況です。で、その後は収束はしているんですけれども、この5年おきのイベントごとには、また襲撃の数は増えていますし、全体を通して年間で100件前後の学校への攻撃が継続していたということがわかります。で、これはもう3日に一度どこかの学校が攻撃されているというような数値になります。でこのようにですね、アフガニスタンで復興支援が行われている最中であっても、子どもたちは命がけで学校へ通っていたということがわかります。で、ただそのような大変な中においても、アフガニスタン政府と国際社会の努力によって、アフガニスタンは過去20年においてですね、大きく教育復興を果たしてきたのも事実です。で上のグラフは男女別の初等教育の総就学率ですけれども、旧タリバン政権の崩壊後の2002年、直後からですね、学校を再開させて、急激に総就学率が増していっているということがわかります。で、男子に至っては 120% を超えるほどにまで、就学率が上がりまして、女子はちょっと下がりますけれども、それでも 80% を超えるほどの、初等教育に対する、就学率が達成されています。で下のグラフは、中等教育の、総就学率ですけれども、こちら少し遅れて2010年頃から、就学率が向上してきたといったところでした。で特に女子の就学率っていうのは直近でも中等教育に関しては 40% 弱とかなり少ないわけなんですけれども、女子教育の向上に向けて国際社会の支援がこう大きく動いていた最中で、昨年タリバンが復権して、現在女子教育はほぼ全て止まっているというような状況です。で、このように行われてきた、アフガニスタンの教育復興ですけれども、ここには実は膨大な国際社会からの支援があったわけです。で、アフガニスタン政府による教育支出というのが2018年時点でおよそ、5.8 億ドルで、現在レートでだいたい790億円程度でして、で、そのうちの約半額の 2.9 億ドル、は、実はこの様々な国からの ODA で賄われていました。で、これはもちろん教育分野だけでの話で、その他のセクターというものにも多大な支援が入っていたわけです。で、この ODA、政府二国間援助の他にですね、多国間援助といって、EU 全体、グループ全体からの支援であったり、国連機関や、他の国際機関から、を通してですね、多額の、支援がまたアフガニスタンの方に入っていたという状況です。で、この約20年間の教育分野の支援の総額は、OECD のデータベースによりますと、実に44億ドル、約6000億円を超える額にまで、達しています。で、日本政府も相当に貢献しておりまして、このうちの約1割、だいたい 9% ほどですね、なので約530億円ぐらいの、額を、教育分野だけに、対してですけれども、教育分野に援助しているという状況です。もちろん日本政府は他のセクターにも多額の援助を行っていますので、かなり大きいドナーだというふうに言えます。で、本当に国際社会が一丸となってこの20年間、アフガニスタンの教育に援助の手を差し伸べてきたことがわかるかと思います。で、これだけの援助が国際社会から入ってくるとですね、それだけおびただしい数のプロジェクトが行われることになりまして、教育セクターのどこにどの程度の支援を配置するかといったことを、そのアフガニスタンの教育省が中央政府として、本来であれば統括していくことになります。で、それで、将来的にも自立して教育開発を行っていく必要が出てくるわけです。ただ当然、教育省に十分な能力が当初はなかったわけですので、
こちらのスライドにもお示しした通り、その例えば、教育省の教育セクター計画、策定能力を向上するであったり、中長期的な計画に沿った教育の制度改革の能力を向上するといったことや、教育状況のデータを分析する能力で、あるいは、様々なステークホルダーとの調整能力といった、いわゆるガバナンス能力を向上させる支援が大変重要になってきます。で、この教育省の能力向上っていうのは、実際にはそこで働く人たちが、このような業務を遂行するための能力を高めていって、それが人が変わっても、その知識や経験が受け継がれていくということを指すわけです。で、現在は、タリバンが統治しているわけですけれども、重要なのはこの国際社会が20年間能力開発を行ってきた優秀なアフガン人の元公務員っていうものは、例えば他の国に逃れているか、あるいはアフガニスタン内に留まっているかもしれませんけれども、彼らが存在しているということが、大変重要です。で、そこに関しまして、アフガニスタンに対する今後の支援に向けてということですけれども、今申しました20年間にわたって支援してきた元教育省の人たちがですね、は、アフガニスタンの教育システムを維持するために、大変重要な人材になります。で、彼らに対してですね、引き続き国際社会が何らかの支援を行っていくことが、重要だと思います。で、また教育プロジェクトを通して様々な、地域社会の考え方をこの20年間で変えてきたのも、あります。で、考え方というのは、例えば教育は、男女問わず重要であって、地域社会とともに、学校を守っていこうといったような考え方なわけなんですけれども、こういった考え方を、この地域の社会に根付かせられて、来られた矢先にこのタリバンが復権したということもありますので、引き続き地域社会に対するコミットメントが、重要になるかと思います。で、さらに、これまで構築していた各国の支援の枠組みというのはものすごい大きい枠組みがあるわけなんですけれども、こちらを、旧教育省の人々とともに、維持していくということが、将来の教育、アフガニスタンでの教育に対して重要になるかと思います。で、そして最後にですけれども、一般人として私たちにできることは、アフガニスタンの人々を忘れない、ことだと思います。もちろん、この去年の8月から今日に至るまで、世界では様々なことが起こっていたことは皆様も承知していると思います。で、ただ新しいことが起こったからといって、古いことが重要でなくなるということでは決してないわけです。アフガニスタンに関しても、その現在進行形で、大変重要な課題になっているのが、ことは事実なわけです。で、そのことを私たちは決して忘れないべきだということを、強調したいというふうに思います。以上、かなり早足でしたけれども、アフガニスタンの教育システムについてのご説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。内海先生、貴重なご講演ありがとうございました。具体的にデータを示していただいたことで、2001年にタリバン政権が崩壊した後、教育支援によってぐっと就学率が伸びていったことが分かりました。最後の、新しいことが起きたからといって、古いことが重要でなくなるわけではないという言葉がとても印象深かったです。続いて、GPE 上級教育専門官、ハビエル・ルケ氏に、アフガニスタンにおける教育課題、そして GPE の支援についてお話しいただきます。ルクエ氏は現在 GPE にてアフガニスタンを担当しており、以前は世界銀行、米州開発銀行、国際通貨基金でシニア教育スペシャリストなどを歴任されてきました。それではルクエさん、お願いします。Let me start.まず私の自己紹介をさせてください。ハベル・ルケと申します。教育のためのグローバルパートナーシップ GPE でアフガニスタンを担当しております。それではプレゼンテーションを始めさせていただきます。このプレゼンテーションではアフガニスタンと GPE についてお話しします。まず教育のためのグローバルパートナーシップについて簡単にご紹介します。 GPE は低所得の国の教育の改革に特化した最大のグローバル基金であり、独自のマルチステークホルダーパートナーシップです。すべての少年少女が希望と機会、主体性を持てるように質の高い教育を提供するために活動しています。私たちのビジョンはすべての子どもたちに質の高い教育を提供することです。
低所得国の教育システムを形成するためにパートナーシップを展開し投資を行い、誰も置き去りにしないというミッションを掲げています。私たちの目標は21世紀にふさわしい公平で包括的かつ強靭な教育システムを実現するため、学びへのアクセスと男女平等を加速させます。どのように活動を行っているかについてお話しします。 GP はパートナー国の政府計画の裏で多国間機関、市民社会、教員、慈善団体、民間セクターを結びつけるパートナーシップです。 GP は改革を促進するための資金を調達し、各国のコミットメントを支援します。日本などのドナー国から資金を受け取り、それを加盟国や地方レベルに分配し、どの仕組みでも実現しようとしています。どの国でも政府のリーダーシップのもと、教育セクターの関係者を集めた現地の教育グループがあります。日本は通常 JICA の参加を通じて世界中のさまざまな地域の教育グループのメンバーになっています。現地の革新的なグループが指定した地域にグラントを提供し、パートナーの地元の教育グループへの積極的な参加により、さまざまなパートナーの介入を調整し、教育政策と安定に貢献しています。アフガニスタンは2011年から GP のメンバーになっています。パートナー国は2021年8月までアフガニスタン政府の指導のもと、国家のさまざまなセクタープランと全体的な政策実施を図るために、当局と現地の教育グループを通じて協力をしてきました。この期間 GP はユニセフが実施した5500万ドルの承認開発グラント、ユニセフが実施した約2200万ドルの資金調達グラントの加速化、ユニセフが実施した1100万ドルのコロナの緊急対応グラント、世界銀行が実施した1億2000万ドルのグラントを政府に支援してきましたけれども、タリバンの占領後の政府により停止しました。このグラントは近年のアフガニスタンの教育システムの進展を支えてきたのです。2001年以降に始まったこの進展により、2019年まで就学者数は大きく伸びました。男子の場合、初等教育では2000年の70万人から2019年には400万人以上に、中等教育では2001年の50万人弱から2018年には200万人に増加しました。女子の場合、同期間に初等教育では2001年のほぼゼロから2019年には270万人、初等教育では失礼しました、中等教育ではゼロから110万人に就学率が上昇しました。教育水準が上向きとなり、アフガニスタン国民の教育水準は向上し、2015年には男性で平均6年以上、女性で3年以上の教育を受けることができるようになりました。それでもこの数字はかなり低いと言えます。日本では成人人口の平均教育年数は13年です。2000年あたりの就学者数の増加が教育水準の加速傾向を物語っています。このような教育水準の向上傾向は、アフガニスタンの労働市場を再形成していきました。しかし、このような改善にもかかわらず、教育制度は依然として重要な課題に直面しています。これまで見てきたように、教育水準には少年少女間の大きな差がありました。さらに、2017年の世界銀行の調査では、生徒の
平均的な学習成果、つまり4年生の成績は1年生レベル程度であるということが分かりました。このグラフでは4年生のカリキュラムをマスターしていない4年生がいかに多いかが分かります。例えば、2桁の足し算ができる生徒は 27%、 簡単な面積計算ができる生徒は 7.8% に過ぎませんでした。しかし当時の政府の指導のもと、 GP やすべてのドナーからの支援を受け、サービス提供への改善に向けた大規模な取り組みによって、この課題に対処する道筋が見えてきました。国際社会のこの取り組みは、同国における学習成果と出席率の向上を目指していました。GP は特に農村部における女子の就学率を高めることに重点を置いて、この取り組みを支援しました。残念ながら、教育制度はコロナとその後のタリバンによる政権奪取の影響を受け、特に中等教育レベルの女子のためのこのような前向きな進化は止まってしまいました。ご存知のように、タリバンは女子の中等教育への出席を事実上禁止しています。そして残念ながら、この禁止令がすぐに解除されることはありません。現在の少女たちの世代は人生の機会において深刻な影響を受けることになるでしょう。ユニセフによると、影響を受けた少女たちのグループは13億ドルの損失に変換することができます。そして残念なことに、この結果は大きく時を超えて広がっていくでしょう。女性教員や女性医師はいなくなり、後に潜在的な人的支援を増やすであろう少女や女性の能力に影響を与えるでしょう。GP とドナーコミュニティは危機が始まってすぐに対応しました。制度は崩壊し、過去20年に得られた成果をすべて失ってしまうことをいかに食い止めるか、カリキュラムをいかにして適切なものにするのか、そしてもちろん女子の教育復帰をいかにして促進するかなどに懸念がありました。教育のためのグローバルパートナーシップでは、脆弱で紛争の影響を受ける状況に対するガイドラインを実施し対応しました。このガイドラインでは、事実上の政府は現地の教育グループに参加しない中、パートナー国が積極的に活動し続けることを求めます。GP の追加リソースを受けるためには、パートナー国はアクションプランを作成することも求められます。また、GP はアフガニスタンに対し、2025年まで総額3億ドルの投資可能な資金を発表しました。パートナー国は迅速に反応し、アフガニスタンの教育業へのフレームワークを策定しました。これは短期的に何をするべきかを考えた彼らの計画です。非常に大掛かりで、教育システムへのアクセス、質、維持に関する明確な目標を掲げています。このスライドでは、コミュニティベースの教育、追加的な専門開発など、さまざまな活動が含まれており、充実した計画だと分かります。また、パートナー国が実施状況をモニタリングするために、計画を保証するデータと監視する必要性に触れることも重要です。最後にまとめます。第一に、アフガニスタンの教育セクターが過去20年間に達成した大きな進歩を失ってしまうという大きなリスクがあります。
第2に、女子教育の禁止は重大な結果をもたらすでしょう。女子の教育禁止は女子生徒の発達に重大な影響を与えるだけでなく、国にとっても経済的な影響を受けるでしょう。第3に、パートナー国は迅速に再集合し、教育セクターを支援する戦略をまとめました。開発計画グループにおけるすべてのパートナー国の積極的な参加は、さまざまな措置の効果を最大化するために不可欠です。GP はこのプロセスを通じて、開発パートナーと共に進みます。現在、アフガニスタン向けの現行の枠組みのもと、GP グラントへの申請を待っています。そしてもちろん GP は女子教育の禁止をやめさせ、アフガニスタンのすべての少年少女に質の高い教育を提供するための提唱活動を続けていきます。ご清聴ありがとうございました。実りのある議論になることを祈っています。ルケさん、大変ありがとうございました。次に2人目のアフガニスタンのユースからのメッセージをお届けします。こんにちは。私はハチマ・メイチジです。バーバリジニア大学の留学生として国際関係学を学んでいます。本日はアフガニスタンの女の子、私がアメリカで育った環境もお話しします。私は恵まれていました。教育を受けることができ、さまざまなリソース、支援がいつも周りにある環境でした。ですが、継続的にアフガニスタンに目を向けていていますと、そこで多くのアフガニスタンの女の子の数々の苦難を目の当たりにしてきました。彼女たちは適切な教育が受けられないだけではなく、教育の機会の欠如、そして文化的な障壁に直面しています。タリバン新政権による抑圧のためです。アフガニスタンの女子への教育は保障されるべき基本的人権であるだけではなく、これはアフガニスタンという国家を維持する経済的にも政治的にも文化的にもまた最も重要な平和のためにも非常に大切だと思っています。アフガニスタンの識字率、特に女子の識字率は過去非常に低いです。これは長引く紛争、政治的緊張、戦争が原因となっています。このような紛争によって男女不平等が起こり、そして文化的障壁が立ちはだかり、社会規範はタリバン政権の影響を大きく受けています。農村部では女性のエンパワーメントについての知識欠如やリソース不足があり、アフガニスタン女性への参画の制限があります。政治、学校、病院へのアクセス、参加が制限されているのです。ですから、女性の役割についてもっと模索していく必要があります。アフガニスタンの女子教育への第一歩は非常にシンプルで、アフガニスタンのコミュニティへの支援だと思います。このような文化的障壁と戦っている、そして女子の教育を受ける権利との戦い、アフガニスタンのコミュニティへの支援により、コミュニティ、そしてアフガニスタンの人々が子どもたちのために現状を打破できるのです。アフガニスタンの人々は国外からの支援を本当に必要とします。日本の政府の出演もです。アフガニスタンの状況を知る、そしてアフガニスタンの仲間を応援することは最もシンプルにできる支援だと思います。日本、そして日本政府は何ができるでしょうか。アフガニスタンの女性、女子教育を推進するためにもっと広い視野、そして一般的な観点から見ていきますと、農村の学校教育施設のインフラ整備、既存の学校の訓練支援、アフガニスタンの女子学生を教育して
女性教育教師に育成するということがあります。アフガニスタンの女性へのエンパワーメント促進によって女子教育を進展させ、より多くの女子生徒が教育を受けやすくなります。これは長期的な解決策、ソリューションとして検討していくべきです。資金援助も必要ですが、支援とモニタリングの実施により、教育、女子教育の前進につながっていきます。では皆さん、アフガニスタンで長期的に教育を進展するにはどうしたらいいでしょう。アフガニスタンへの長期的支援の戦略実施、この試みは今回が初めてではありません。昨年復興支援において何十億ドルという支援金が一瞬にして大幅に失われました。どうすればこのような状況を変えることができるのでしょうか。特別監査長官によりますと、Afghanistan reconstruction, 2002年から2021年にかけてのアフガニスタン復興において、アメリカ機関からの支援金のうちわずか 12% しか直接アフガニスタン政府に行きませんでした。支援金の大半がコントラクター、つまりアフガニスタン政府がすべき業務を遂行している業者に当たりました。アフガニスタンの復興支援の依存がより大きくなればなるほど、より多くのコントラクターが必要となるのです。ですからアフガニスタンは復興支援を必要としています。しかし自らで復興をしていく必要もあります。自立を目指していくということです。長期的な解決策としては、私たちはアフガニスタンの人たちがどうすれば自立できるか、その自助努力を考えている。支援に頼るのではなく、どうすれば自分たちの手で発展の戦略を実施できるか考え続けることです。私は教育というのは最も重要な、また効果的な復興に向けての要素だと思っています。大半のアフガニスタンの子どもたち、女の子たちがトラウマに苦しんでいます。暴力と戦争を目撃しているのです。アフガニスタンの女の子は絶望感、無力感を感じます。世界が静かに交換しているのを見ると、子どもたちに教育を受けるように促すことです。学んでほしいのです。まだ多くの子どもたちが適切な教育を受けれていない状況です。彼らはただ平和な環境で勉強したいと願っています。世界をもっとしっかりと理解して目的意識を持つことです。ですから私は日本政府にアクションを起こすよう心から願っています。これまでの経験から変化をもたらすのは軍事力や直接介入ではなく、システマティックな開発計画を実施することだと分かっています。そしてアフガニスタンの人々知り、文化、知り、そして文化を知り、希望を汲み取り、目を向けることだと思っています。容易ではないことは分かっています。言うは安く行う若たちですが、状況は複雑で、非常に難しい人道的な危機です。しかし、アクションが必要なのです。私は日本政府を信頼しています。イニシアチブを取り、アクションにつなげることを望んでいます。本日はお招きいただきありがとうございました。将来の進展を心の内にしています。ルケさん、アフガニスタンのユースの皆さん、ありがとうございました。それでは最後に国会議員の寺田静香先生から第1部のクロージングメッセージをいただいていますので、ご覧ください。皆さんこんにちは。参議院議員の寺田静香と申します。アフガニスタンに関する報道が減る中、GPE ユースの主催でこのようなイベントが持たれましたことに心から敬意と感謝を申し上げます。途上国における女子教育支援の重要性は論を待ちません。緊急人道支援として食料や医療、特に2時間に1人が命を落とすという妊産婦を対象とした支援はもちろん必要です。しかし女子教育は次々と生じるこうした課題を根本から解決する手段であり、現地の方たちが自らの手で状況の改善を図っていく道筋をつけるために大変重要な支援です。さらに長期的には教育や移動の自由が制限をされている現地の女性たちを取り巻く社会環境を変えていく機運を作るものと考えています。アフガニスタン現地の治安は改善されてきていると聞き及んでおり、
今こそ長期的な貢献である教育分野、特により厳しい環境に置かれている女子に向けた教育支援に取り組むことが重要です。 GPE のこれまでの各国での実績を考えれば、日本政府が GPE の活動に積極的に関わっていくことはとても意義の大きいことです。日本は G7 の一角として、また GDP 世界第3位の国として、長期的に個人にも国家にとってもリターンの大きいことが明らかとなっている基礎教育分野への貢献で存在感を示すことが求められています。現地の状況を知れば知るほど、一人一人の力は無力に思えるかもしれません。特に学生の皆さんは無力感に苛まれるかもしれませんし、議員である私も時々手の届かぬ歯がゆさを感じます。しかし、かつて医師である中村哲氏がアフガニスタンにおいて診療所に運ばれても次々と栄養失調で亡くなる子どもたちを目の当たりにして始めた支援、日本の伝統的な技術を参考にした灌漑設備の整備による農業支援は、今65万人の命と生活を支えていると言われています。中村氏の功績から私たちが学べることは、たった一人の強い熱意と献身がもたらす可能性は実は無限大だということです。この場に集う皆様が考える支援、貢献がしっかりと実現されるよう、議連のメンバーとともに日本政府に対して働きかけていくことをお約束申し上げますとともに、また本日この後ユースのによる皆さんのディスカッションが意義深いものとなることを期待申し上げて、第一部の終わりの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。寺田先生、ありがとうございました。中村哲さんは私が尊敬してやまない方の一人です。医療、インフラ、政治など様々なアプローチがあります。先生のおっしゃるように、私も結局自分に何ができるんだという虚しさを覚えることがあります。考えること、思いを馳せることも重要なことだと言われたことがあります。きっと今日のこのイベントも小さなステップになることをお祈りします。どんな時もきちんと現実に向き合い、決して希望を失わず、その時々でできることをしていきたいです。そうですよね。私も今自分ができることに全力で取り組みたいと思います。さて、第1部はこちらで終了です。これから第2部に移りたいと思います。第1部までの皆様、お忙しいところ本イベントにご参加くださり誠にありがとうございました。今後の運営のため、この後共有いたしますアンケートにぜひご回答ください。皆様、本日はお忙しい中、 GPE ユースイベント 9.11 から21年アフガニスタンの女子教育のために日本は何ができるのかにご参加いただきありがとうございました。第1部はこちらで終了いたします。冒頭ビデオの音声の不具合、大変失礼いたしました。第2部への参加予定の方は、日本時間午後7時までにメールに送付しております第2部の Zoom のリンクから再度アクセスください。また第1部までの参加の方は、今後の運営のためにアンケートにご回答ください。現在投影している QR コードまたは後ほどメールにて送付する URL より回答ください。最後に、我々 GPE ユースはインスタグラムとツイッターにて日頃の活動を発信しております。ぜひフォローください。